エバーグリーン航空17便墜落事故は1989年3月18日に発生した航空事故である。フォートワースカースウェル空軍基地からティンカー空軍基地へ向かっていたエバーグリーン航空17便が離陸直後に貨物ドアが開き制御不能となった。機体は墜落し乗員2人が死亡した。KLM に納入された直後に撮影された 自己機事故機のダグラス DC-9 から33は1968年に製造され、KLM オランダ航空に納入された。その後、1976年にエヴァー・クリーン航空が購入し、貨物機への改修工事を行った。機長は41歳の男性だった。総飛行時間は7238時間で、そのうち同景気では1938時間の 飛行経験があった。機長と飛行を行ったことがある複数のパイロットは、彼が離陸前に貨物ドアの警告等のチェックを行う習慣があったと証言した。服装重視は39歳の男性だった。総飛行時間は1863時間で、そのうち同計機では1213時間だった。この飛行でのコールサインは、ログエア三十一で、 便名は 4U17 便だった。17便はアメリカ空軍の物資を輸送する定期貨物便で12ポンズの爆薬などを積載していた。事故当日、事故機はオクラホマ州のティンカー空軍基地を離陸し、テキサス州のダイエス空軍基地、ケリー空軍基地を経由し、ホートワース・カースウェル空軍基地へ向かい、再びティンカー空軍基地へ引き返す飛行計画だった。 ポートワースカースウェル空軍基地に着陸後、空軍職員によって貨物の積み込みが行われた。17便の飛行経路、コックピットボイスレコーダーの録音から操縦は機長が行っていたことが明らかになった。17便はカースウェル空軍基地の滑走路17に入り、離陸滑走を開始した。2時9分44秒、離陸決定速度の112ノットに到達し、 2秒後に離陸速度の116ノットへ達した。離陸時、または離陸直後にメイン貨物ドアが開いたため、パイロットは緊急事態を宣言した。機体は2500フィートまで上昇し、パイロットは右旋回で空港へ引き返そうとした。機長がダウンウィンドレングを行っていた際に貨物ドアが空気抵抗により全開位置を超えて開いた。これにより、 意図しないよう、イングとローリングが発生し、機体は急速に左へ傾いた。機長は機体の姿勢を回復できず、機体は高度を失っていった。17便はわずかに左に傾いた状態で墜落した。墜落地点は空港の北10マイル地点であった。貨物ドアが開いた状態の DC-9 から30回、国家運輸安全委員会が調査を行った。 コックピットボイスレコーダーによると、機長が離陸速度に達したことを副操縦士に告げた数秒後、突然雑音が録音され始めていた。このことから機体の前方にあるメイン貨物ドアが誤作動により開いたと推定された。調査により、副操縦士により行われた貨物ドアの閉鎖が不適切だったことが明らかになった。また、配線の不具合により、貨物ドアの警告灯も 誤作動を起こしており、警報装置が無効化されていた。報告書では、事故要因として、エバー・クリーン航空の不適切な手順や、マクドネルダ・ダグラスが飛行中に貨物ドアが開いた際の対処方法を提供していなかったことが挙げられた。それに加えて、原因として、連邦航空局が貨物ドアの警報装置の使用変更を義務付けなかったことが指摘された。 ありがとうございます。